共同募金とは、日本の募金活動の一つであり、社会福祉法第113条に定義される、第一種社会福祉事業である。赤い羽共同募金。駅の全自動販売機毎年10月1日から12月31日の間、主に各市町村の共同募金支分会を経由して、自治会や学校、企業で募金を募る。共同募金は、都道府県ごとに行われ、 都道府県を単位に社会福祉法人である共同募金会が組織されている。これら募金を取りまとめ連絡調整をするのが社会福祉法人中央共同募金会である。この運動は1947年度にスタートした。呼びかけに応じて拠出をすると協力者の証明として鳥の羽を赤く着色したものをもらえることから赤い羽。 赤い羽共同募金とも呼ばれている。この赤い羽はアメリカにおいて共同募金の象徴として使われていたものを日本でも戦後の混乱期に当初金属製のバッジだったものをコスト削減のために赤い羽に変更する形で戦災者への募金の象徴として援用したのが始まりである。アメリカの共同募金は自主的なものであるが GHQ の指示でそれを 日本でも行う際、募金を自主的に行う団体が立ち上がるまでの暫定措置として自治体やその関係機関で募金を行っていたところ、占領が終わって自主団体が立ち上がらないまま現在に至っているものである。赤い羽は衣服に刺せるように針がついているものとシールで衣服に貼るシール式と2種類ある。初日の10月1日のテレビニュース番組などでアナウンサーが 上着の襟に赤い羽をつけて出演することが多い。地域によって募金グッズとして募金バッジ、ハンカチや図書カードなどのプリペイドカードによる募金を行っているところもあり、全国一斉ではあるが、地域の実情に応じた募金活動がなされている。各都道府県では12月1日から歳末助け合い、募金として各地域主体で募金活動を行っているが、 中央共同募金会では NHK と連携して歳末助け合い募金を行っている。なお、同時期には NHK と日本赤十字社の共済による海外助け合い募金も実施される。集められた募金は多くが社会福祉協議会に配分され、国内の高齢者や障害者に対する福祉の充実、地域福祉活動の啓発や推進のために使われている。 最近では災害支援準備金としてあるいは子育て支援活動に使われることも多くなってきた。ただし各都道府県内で共同募金に寄付したお金は基本的に寄付した都道府県内の社会福祉に使われ県外や国外に使うことはできない。共同募金会に対する寄付金については株式会社当法人からの寄付金は全額損金参入、個人からの寄付金は 所得税及び住民税にかかる寄付金控除の対象となっている。なお、共同募金会の事務局は、社会福祉協議会の事務局が兼務することが多い。1991年より使用されているマスコットキャラクターの愛ちゃんと希望くんは、漫画家の柏本学部がデザインを務めている。社会福祉法116条では、共同募金は、 寄付者の自発的な協力を基礎とするものでなければならないと定められ、共同募金会も寄付する人も募る人もボランティアとするビジョンを掲げているように共同募金の募金活動や寄付は自発的なものであるべきとされている。しかし、現実には共同募金は行政、自治会組織を通して集める個別募金の占める割合が高く、 募金活動を行う募金ボランティアも事実上の強制動員になっている場合がある。実地会の当番による個別募金では断りにくい状況で強制感を伴う徴収となるケースが多発し、また中には市区町村の事務局を通じ一世帯円を目安になど所得や世帯構成を考慮しない目標額を提示し募金を集めているケースも見られる。 自治会によっては当番を個別募金に回らせることが困難なため、あらかじめ自治会費に共同募金などへの寄付分を上乗せしている場合がある。しかし2007年8月には、こうした自治会費への寄付分上乗せは、寄付を強制するもので違法とする判決が出され、翌年確定した。自治会を通して、募金活動や寄付が事実上強制されている状況に、 対しては、2009年春に、青森市内の自治会長らの団体が、寄付集めは、自治会本来の業務ではないとして、自治会に、各種寄付を集めさせるやり方を見直すよう求める、提言をまとめるなど自治会の側からも見直しを求める、動きが出てきている。また、強制性を弱めるために当番による、個別募金をやめて寄付したい人が、役員のところに持参する方式や回覧とともに、 募金袋を回し寄付したい人が自ら入れる方式に改めた自治会もある。募金総額は1995年度の約265億7、935万円がピークで以降、前年比3から4%程度の割合で減少する傾向にある。減少の原因としては半ば強制的な集金の手法に対する反感。 集金した金の配分額や決定プロセスが不透明であることが指摘されている。なお、2015年度の募金総額は約184億6274万円である。2010年からは、今の春瀬の心の羽根が使用され続けている。現在行っている、共同基金終了した、共同基金2011年9月1日、 厚生労働省国第三312号、平成23年度における共同募金の実施期間を定める件、チコちゃんに叱られる。拡大版、SP、イチョウ並木、氷の謎、イラスト一挙公開。TB でたくら。2019年12月29日閲覧。橋本学部のツイッターでのツイートより、橋本学部から今が春へのツイッターでのリップツイートより、 柏本学マナブ部からオーバーツ氏へのツイッターでのリップツイートより共同募金厚生白書赤い羽共同募金の1個あたりの目標額について島根県サイト大阪高裁判決文化北新報に1 9年2月27日募金額の推移地域を作る市民を応援する共同募金への転換 P58 中央共同募金会企画推進委員会 平成19年地域を作る市民を応援する、共同募金への転換、P2 厚生労働省、第6回社会的な援護を要する人々に対する、社会福祉のあり方に関する検討会議事がよう、昭和22年度平成27年度一般募金、歳末助け合い募金の目標額と、実績額の推移、ありがとうございます。